皆さんこんばんは。本日も虹の橋出張所からやってきました玉吉です。前回は深谷爬虫類館でいい年こいた飼い主が大はしゃぎした動画をお届けしました。今回も夏休み特別企画の第2弾ということで、ある場所にお邪魔させていただきましたのでご紹介したいと思います。深谷花鳥カフェさんです。飼い主お店の外観を撮影するのを忘れたようで、店内にあった大きいポスターでごまかしています。爪の甘いうっかり八兵衛です。それでは早速店内を楽しんでまいりましょう。まずはたくさんのインコちゃんたちと触れ合えるお部屋です。僕もここでお友達と遊びたい気持ちではありますが、僕はおさわり厳禁インコなのでちゃんとお勤めできそうにないですね。それはさておき、このお部屋にはウロコインコちゃん以外にも複数のインコちゃんや白胸大橋さんもいて、テンション爆上がり間違いなしです。みんな本当に可愛いですね。僕が彼女になった気がそんな子会えるかな。さて、こちらではインコちゃんたちのおやつを購入することができます。小銭を準備している時にはすでに数羽飼い主の肩や頭に乗ってました。小銭の準備をちんたらしていようものなら結構な圧をいただくことになりますので、あらかじめ100円玉を用意しておくと良いかもしれないですね。飼い主はこんなにたくさんのウロコちゃんたちと戯れることができて、鼻の下が伸びっぱなしでした。でもお金インコちゃんたちは1羽たりとも降りてきませんでした。わら、お腹いっぱいだったのかな。さあウロコちゃんたちがカメラの操作を開始、録画ボタンを連打し始めましたので、名残惜しいですがお次に参りましょう。こちらはフラミンゴさんやイワシャコさんなどの水鳥を見ることができるエリアです。フラミンゴさん、とっても美脚でスタイル抜群ですね。下で優雅に泳いでいるのはおしどりさんの女の子かな。暑い日はやっぱり水に入りたいですよね。僕はたまにしか水浴びしないけど。水鳥エリアの一角から視線を感じたので目をやると、キバタンさんがいました。なんか痛そうにめっちゃこちらを見ていますね。こういう時は初めが肝心、ご挨拶をしてみましょう。ごめんなさい、僕が悪うございました。さあどんどん参りましょう。お次は猛禽類エリアです。この日はカフェスペースの片隅に3羽のフクロウさんが鎮座していらっしゃいました。森の賢者と呼ばれるだけあって尊きオーラをまとってますね。ありがたや。僕もここに混ぜてもらったら賢そうに見えるでしょうか。おじさんが賢者様を撫でさせてもらってます。きっとあやかりたいんでしょう。賢者様に失礼かもしれないですが言わずにはいられない。はい、こちらは犬ワシと草原ワシのハーフのハイブリッドのワシさんだそうです。とっても強そうですね。ちょっと百裂拳で喧嘩をふっかけてみましょう。他にも様々なかっこいい猛禽類の皆さんがいます。飼い主は残念ながらタイミングが合いませんでしたが、
スモーキン類のフライトショーもあるそうなので、それを狙っていっても良いかもしれませんね。さてこちら、エミューの麦ちゃんの登場です。麦ちゃんは前回ご紹介した深谷爬虫類館からお引っ越ししてきた子だそうです。頭の黒い羽毛が坊主頭みたいでとっても可愛いですね。足元にはケズメリクガメのアンディ君が土を掘って涼んでいました。麦ちゃんなんですが、何か言いたいことがあるようで、しきりに何かをアピールしていました。この時飼い主はキモキモ猫なで声で麦ちゃんに話しかけていたので、もちろんミュートにさせていただきます。では麦ちゃんの様子をしばらく観察してみましょう。なんて商売上手なんでしょう。そんなこと言われたら。それでは動画もそろそろ終盤。最後にこれまたテンション爆上がりしちゃうエリアをご紹介します。中庭にたくさんのコールダックちゃんたちがくつろいでいるエリアです。コールダックちゃんの魅力といったらやっぱりもっちもちのお胸や、歩く時のプリプリのお尻ですよね。ここではみんなが惜しげもなくあちこちでプリプリしてくれます。今回も動画にしきれなかった鳥や、休日のうちのおじさんみたいなトカゲさんなどの爬虫類もいたりと、時間を忘れてしまうような素敵なカフェでした。思う存分鳥と戯れたいという方は十分に楽しめるかと思います。深谷花鳥カフェさん、動画の投稿を許可していただきありがとうございました。最後に、興奮しすぎた飼い主たちがカフェスペースで休憩している時のお話です。横にいたメンフクロウちゃんから突然、ブリュアッと音がしたんです。そうです、皆さんのご想像通りうんこです。その瞬間すかさず森フクロウちゃんがメンフクロウちゃんの方を見たんです、わら。森フクロウちゃんとメンフクロウちゃんのリアクションに思わず笑ってしまったので、そちらの様子をご覧いただきながら終わりにしたいと思います。